姿が見えないんで引き返してきたら、そしたらお前と今走り去っていった子が尻餅ついて怒鳴り合ってんだもん。あげくにビンタなんか食らっちまってさ。それよりもおい、手形がくっきりと残ってるぞ。けど今のはお前が悪い。いきさつはどうあれ、安物なんて面と向かって笑われちゃ誰だって怒るに決まってんだろ。まあその気持ちもわからんでもない。道行く人がみんな軽蔑の眼差しをお前に送ってたからな。正直俺も関係者と思われたくないから傍観してたよ。触らぬ関係にたたりなしってやつ。それにしても今の子、いやそういうわけじゃないけど結構タイプだったかなとか思って。一目惚れってわけじゃないけど結構可愛かったしな。今の子って年はいくつくらいだろう。彼氏いるかな。だよな。あーまたどこかで会えないかな。あひょっとしてキャロット。冗談だよ。だとしたらお前の第一印象って最悪だもんな。もう一生口は聞かないって雰囲気だったし。まあそういうなって。あ、ところで今どれくらいだ。やば、急ごうぜ。よかった、涼子姉さんに怒られなくて済むよ。それじゃあ中に入ろっか。いらっしゃいませ。お二人様ですか。どうぞテーブル席の方へ。ああ、新しい人が来るって話は出たけど、それじゃ君たちが。今のお姉さん、なんだかもう体の力が抜けて骨抜きになっちまうくらい。きバイト生活が始まれば今のお姉さんともう近づきになれるんだよ。うぅ、俺って幸せかも。言ってたろ、今採用決定みたいなもんだって。必要なことは以前全て話したんだ。今日はバイトのスケジュールや時給の確認をするだけだよ。言っとくが、涼子姉さんはお前にやらないぞ。すみません、お待たせしてしまいましたか。